準備はよろしかったら。はい、大丈夫ですよ。はい、じゃあ行きます。月刊熱量と文字数。よ。三瀬達夫です。小林孝です。平木の岡本です。平木の野崎です。はい、お願いします。はい、7月ということで、はい、今日いつもちょっと遅めの開始ですけれども、ね、国さん。はい。今日はどんなお話をしてくれるんでしょうか。今日ね、最近ね、よく聞く言葉で、はい、あの日本刀女子、うん、みたいなこと聞くかな。まあだからいろいろなこうブームがありますから、はい、この間ガンプラの話したじゃないですか。そのちょい前ぐらいに言うと、模型を作る女子が増えてる、模型女みたいなね、まあ、何々女の子をやってるから、なんか何々女みたいのが流行っとると。そうですね。で最近ね、美術館とかでちょいちょい刀剣のね、だからあの美女出てるんですよ。まあ、やっぱ刀剣乱舞パワーです。そうだから、そういうことなんですよ。でそれをちょっと踏まえて、そういえば日本刀の話してねえな、まあしないよね。まあしませんけど、ね、しないよね、普通しないよね、うん、ということで、まあ、鉄砲の話はちょいちょいしてたんですけど、ちょっと武器として、はい、まあエンターテインメントで使われる日本刀、はい、まあ、サーベルもそうなんですけど、はい、日本刀っていうのがなぜ持ち込まれているのかと、やっぱつれつれ考えてるんで、その辺もちょっと話しようかなと。まあ、確かに時代劇だったら日本刀は当たり前ですけど、はい、まあ、現代を舞台とか、うん、まあ、未来でもいいですけど、そこでもなぜか日本刀が出てくる。そうなんですよ。これはやっぱ二次元兵器研究家としては見逃せない。見逃せないところもあります。はい、だからさ、その刀剣乱舞なんかはやっぱりあれ擬人化になるんで、うん、今回はちょっとその擬人化ということではなくて、うん、日本刀を武装武具として持つ、で特にアニメなんかよくもう皆さんポンとくるでしょ、女の子が持ってるんです。そうでしょ、やっぱっていうようになったのはなぜなのかしら、とかってつらつら考えてるんで、そういうこともちょっとお話ししていこうかなと。なるほど、はい、ちなみにどうですか、日本刀知識どれぐらいあります？全然ないです。トーラブも結局、私たち来なかったので。なるほど。サニワだっけになれなかったかな。なるほど。小野さんはどうですか？私もなんとなく花丸は見てたんですけど、うん、本当になんとなく花丸面白かったじゃん。そうなんです。あ、かわいいなって、うん、だみんなでわちゃわちゃしてるのが好きだっただけであって。イケメンが好きなわけであって。そうだ、じゃあカップリング考えましょうっていうところの熱量まではいけなかった。なるほどなるほどね、うん、はい、じゃあそんなところでございます。そうですね。だその辺がだからなんでしょうね、日本刀っていうのも引いてみれば廃れないな。確かに廃れないね、不思議さもあるんですよ。あるね、現代兵器において、うん、まあこれは使われてるという、これは軍用としてですよ、うん、使われてるという意味ではありませんけども、うん、だから人気がある武装なのだ、うん、でそれはなぜなんだろうっていうことも考えていくと、いろいろなものがこう見えてくるような気もするってのがある。確かに、まあ未だに刀剣の本とかも出てますし。出てます、うん、あとねやっぱ論文もあるんですよ。ありますね、多分ね。で昔からやっぱ研究されてるっていうのもありますし、それを突き詰めていくとどこで鉄が出るとかっていう話になっていってしまうので、それちょっと置いておきます。歴史の話も置いておく、ね、擬人化の話も置いておく、うん、ゴリゴリのもうじゃあ人間ということで。分かりました。まあどうしても実際の日本刀っていうのがありますので、うん、そこも踏まえてという話にもなりますから、ね、まあ、だからもうシャナとかね。そうですね、持ってるじゃないですか、うん、だからまず日本刀っていうのは何なのかっていうのをちゃんと考えないといけないんですよ。そっから、うん、だこれだから 武器は全般そうなんですけど、もともとみんな農機具から始まってるんですね。え、農機具、みんなそうなんです。クワとか好き、そう、そっから始まってるんです。だから日常のものなんですよ。それを武装というか人間、あ、対人間に使うようになっていくという進化があるんです。だから日本刀というか刀ですね、それもそれに近い。そうだったの。そもそも日本刀がそのまま日本であの形になったかっていったらそういうことではないんですよ。お、うん、だこれを考えていくと、よく この場でも話をすると、はい、剣っていう字があるじゃないですか。剣、剣、うん、剣、剣と刀、日本刀、これ違うんです。なるほど。その違いって何なのかとかっていうこともちょっと説明しようか。はい、お願いします。でこれ剣っていうのはモロ派なんです。両方が、両方派があって、直刀と呼ばれているまっすぐになっているもの、海外剣。カリオストロ伯爵が持ってるやつですよね。それに近い。はい、そうですね、はい、で日本刀っていうのは何なのかとか、反りがある。反りがこういうふうに反るんですね。はいはいはい、あれがまた独特っちゃ独特なんですけど、かといって世界的に例がないかっていうと、反りを持ってる刀もいっぱいあるんです、うん、ただ大きく厳密に分けるとその剣と、刀っていうのがあるわけです。キュウリ型なのか刀、ね、そうですね、でじゃあ反りがあるものはそれだけなのか日本刀だけなのかって、この中にも言葉として太刀という言葉があるんです。
あの大きい刀でこれも2種類あるんです。今ちょっと笑っただろう、立ち位置こっちのジャンルだってないでしょう違いますよ、猫って言いそうだった違うからな。太い刀と書く立ち、皆さんこれピンとくる方だと思うんです。もう一個立ちってのがあるんです。大きい刀と書く立ちもあるんです。で音としては両方とも立ちと呼ぶんです、うん、でこれ何か違うかっていうと、やはり腕刀と直刀の違いなんです。で大きい刀って書いてある方が直刀、つまりまっすぐ反りがない、はいはい、昔ながらのって形ですね、うん、で反りがあるものが、その太いと書く方の立ちです、うん、なるほど。だから昔からなんか飾り刀とかもありますけど、うん、なんとかかんとか糸巻き立ちって書いてあるんだけど、その立ちも太いか大きいかっていうのを見ると形で分かるわけです。マニアな人は立ちは、なるほど、点があるかないかがその形を物語ってる。そうですね、だから見る人が見るとそれを名前知らなくても直刀だから大刀の立ちの方だってのが分かるわけですよ。これがまた面白いでしょう。面白いですね。でね、いろんなその直刀とその反りがあるっていうのがあるんですが、これはやっぱり歴史的に言うともともと直刀なんですよ、うん、外国から、まあ、おそらく朝鮮半島の方からでしょ、入ってきて独自に進化を遂げてどうも反っていっているっていう形になっていくんですよ。反っていったのは日本だけなの？基本的に、まあ、反ってるあの刀もあるんですけど、独特だと言われてるのは日本刀なんですよ、うん、それはまあ騎馬民族、騎馬民族じゃない、あの農耕じゃなくてね、その馬を使うようになって、どうもそれでこう振り下ろしやすいように抜きやすいように進化していったのではないかとかっていう、これ諸説あるんです。なるほどね。僕前ここで話した、だから筋肉がないんでスルッと抜けるように進化していったのではないかとかっていうのもあったりするわけ。だからどれが正解というのはなかなか難しいんですけどっていうところなんですよね。でその中でだからその、立ちと、太い方とはありますよね。でその中でも、もうちょっとこの刀の中でかあの言葉として出てくるのは、今度はね、いろんな種類があるんですよ。でごくごく一般的に我々は日本刀っていうふうに言ってるのは、これ内刀と呼ばれるものです。内刀、内刀どういう字？これはね、打刀と書きます。打つね、うん、拳で打つ刀っていうのを、内刀と言うんです。でこれは大体あの尺的に二尺三寸と言われています。いやもう尺感方が大体ね70センチ今日だからね、こう、うん、実物で分かるように。ギターじゃないですか？いや、まずねサイズで分かるようにちゃんと持ってきてる、うん、あ、本当だ。そう、大体ね70センチが内刀と言われている。なるほどなるほど。ただこれが、難しいところで、全長と刀身の長さっていうのがあるんですよ。つまり掴むところもあるんで、それが全長。そうするとそれを入れると大体内刀が1メートルくらい。なるほど。で、まあ刀身、刀の部分ですね、大体70センチぐらい、はいはいはい、っていうのが内刀と言われて、ごくごく一般的な日本刀だと呼ばれている。それ以上長いともう抜けなくなっちゃうね。そう。でもあるわけです。さっき言った太刀、まあ、太い刀と書くやつ。で、言葉としてエンターテインメントも聞いたことがあると思います。野立ち。大立ちっていうのがあるんです、うん、大きい立ち、大きい大立ち、太い立ち、太いで野原の太い立ち、うん、野立ちって、うん、これがだからもう1メートル以上のものを指す刀身が、だからもうかなり大きいんですよね。これ抜くの結構大変じゃないですか？そういうことなんです。それが、まあ、いや 武器として抜いて打ち下ろして敵を倒すだとか、そういう風になっていくわけですよ。ちょっとだから手が長いから、うん、まあ、その分相手が短い立ちだと届かないですね。でやっつけちゃおうと、うん、まあ、だから野立なんかはやっぱり馬に乗るようになってからある程度距離が出てくるんで、大きくこういう風にやったのではないかっていう、これもだから諸説あるんで、はい、その辺が難しい。日本刀の難しさっていうこれもあるんですよ。ついてきてます？黒焼の大丈夫です。めっちゃ楽しい。大丈夫ですか、はい。まあ、簡単に言うとそうですね、だから立ち、直刀、腕刀、うん、がありまして、内刀と立ちがあるという風に考えていただければ、まあ、大体頭入りました。頭入りましたでしょ、はいはい、そうするとじゃあどんな子たちがそれを持っていたのだろう。まあアニメのキャラクターですよ。それキャラクター関係してくるんだ。この子この太刀持ってんだみたいな。うん、え、ただ日本刀の場合は、刀の場合ってあまり厳密にそこまで描かれてるってことはないんですよ。でもガレーゼロの、うん、あのヨミちゃんって長いの持ってた気がする。そうだから面白いでしょ。その辺が身長と合わせてそれが内刀であったり野立であったりっていう設定があるわけですよ。なるほど、なるほど、なるほど。
うん、だこれが合わせていれば優れた作品かということでは僕は思っています。まあまあそれはもちろんそうですけど、だからね面白いなと思うな。だから先ほど出ました尺眼のシャナ、シャナ、シャナじゃないか、尺眼のシャナね、調べると彼女身長141センチぐらいなんですよ。調べたんだ、141センチ、うん、で彼女刀持ってるでしょ、うん、で設定的には野立ちになってるんです。確かに大立ち、あ、大立ちを持ってる。140センチの女の子が頭身1メートルって言ったら140センチってこれくらいね、うん、これくらいでこれくらいのだから刀を持ってる、すげえ、もう実質ガッツじゃないですか、うん、そうだからそういうことなんですよ。イメージとしてそういうものも持ち、そうですよね、うん、だからそうではないというような見せ方をしたいっていうのはもうちょっと小ぶりなものを内刀と。なるほど。ただエンターテインメントの場合 あの刀の難しさっていうのはそのソードも西洋の剣も入ってくるし、あのどう見ても日本刀なんだけども、うん、例えば柄に飾りがしてあったりだとか妖術がかけてあるんでとかってなるとこれ厳密な日本刀かみたいな話になっちゃう。ファンタジー刀です。そうなんですよね。だそうするとやっぱりキャラクター付けという意味で日本刀を持たせるともどうしてもキャラクターも数多いんで、はい、数多いからあのアクセサリーと同じですよね、うん、何か持たせる、まあまあかっこいいみたいな形に出てくるわけです。見栄えかっこいい刀のことになります、うん、そうするとなんかやっぱりこうちゃんとしててこらっていうようなキャラクターに日本刀も持たせるともっと何かすごいことされそうみたいな形で味付けがこう濃くなっていくわけですよね、うんうん、はいはいはい、黒金乙女さんなんかそうですよ、ね、はいはい、強キス、うん、強キスのね。だから一時期なんだろう生徒会長風紀委員長みたいなキャラクターが日本刀を持ってるというのは持ってたそのイメージもあると思うんですよ。だけど雷が怖いっていうね、うんうん、そうそうそう持ってるけど雷が怖い間違いない。やっぱキャラクターの味付けでその武装として本気でこれを時代劇的に使うキャラクターの、 あの道具として持たせるかというとそうでもないようだっていうのが出てくるわけですよ。これは悪いことじゃありませんけどね、うん、でじゃあ男性キャラってどうなんだろうとも思うじゃないですか、うん、特にで日本刀キャラ持ってるっていうのも確かにいるんですけど僕これはね僕の本当に主観になりますけどこれやっぱり、ね、2つに大別されるんですよ。なんでしょう。バリバリ直系の本当に時代劇として刀を振るうキャラクターたちが持ってる日本刀でこれはだからサンジとかそうなんですよね。ワンピースとかやっぱ時代劇の人なんだなっていう風に見えるわけ、はい、直系、はい、あともストレートになりますけど柳生十兵衛、柳生十兵衛じゃねえあれは十兵衛忍風帳っていうのが出てきます、はい、まあ、やっぱり十兵衛が強い柳生十兵衛のイメージが強いっていうのがあるんでどうしても日本刀が絡むようなものは十兵衛の名前が出てくるってのあるんですけども、でこの直系の時代劇の一つともう一方はやっぱりねエレキギターなんですよ。日本刀ってかっこいい背の高い男がなんか持ってんですよ尖ってるやつそれかっこいいと思ってる節があるんだよね。ギターでしょっていうね。そうそうそう、ギターとしての刀ってことね、うん、そういう風にも見えるわけ。そうするとビジュアルイメージ的に刀持って日本刀持ってる、うん、あの時代劇直系じゃないキャラクターってなぜかなぜかですよ、うんうん、コートで長い剣メガネみたいなねこのニュアンス多いんですよ。これってだからなんかそのなんだろう真面目な生徒会キャラクターでもありながらとは思いますけども、うん、やっぱりビジュアルロックから出てきているような気もするビジュアルロック起源説あとは思うんです。なるほど。だからギターになっちゃうとやっぱバンドものになるんですけど、うん、アニメのエンターテインメントってなると、うん、バトル戦うっていうのが必ずあるんで、うん、そこでギターっておかしいじゃないですか、まあ、あの歌って戦うってありますから、ね、確かに、うん、そうするとやっぱ日本刀刀、まあ、全部が日本刀ではありませんけど、うん、その需要が減らないという面白さもある、うん、なるほどね、うん、未だに日本刀が有効だと、うん、というふうにも見えますよ、はいはいはい、だ当然あのキャラクターがいっぱい出てくるような現代のになってくると今度はじゃあ全部刀を持たせます、うん、とかっていう味付けになってくるわけですよ。なるほど。これ最近やってましたけどねマキャベリズムなんか本当そうですよね。 そうか、うん、だあれはだから10年前、はい、15年前で言うと全員メイドです。でもちょっとどっかみんな違うところ、うん、全員メガネっ子です。どっかみんなメガネの形が違うとかっていうのと同じラインなんです。全員妹ですとかっていうのと一緒です。そう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 。あのラインなんですよ。そう、だそういうところまで日本刀が降りてきたのかっていう考えもありましたけどね。あ、だからむしろ日本刀需要が増してるというような気もするんですよね。なるほどね。その辺がだから日本刀って面白いな。でまた廃れないから、うん、というところがありますよね。廃れないね。廃れませんね。青江くんもなんか持ってなかったっけ。青江くん持ってますね。主人公のあれなんで持ってんだろう。なんかその妖怪みたいなやつ倒すんだっけ。一応なんか妖刀かなんかじゃなかったっけ。妖刀確かそうだわ、うん、あだからあそっかそっかやっぱパワーが
宿ってるファンタジー圏のことなのかな、うんうん、その辺があるんだよね。だから全部厳密に日本刀っぽく見えるから日本刀かなっていうと、特にあのクランプさんの作品なんかはあの刀出てくるんだけど、言葉としては日本刀という形じゃなくて、そう、うん、あれ特にそうですね、言葉としては神剣とか神の剣とかっていうのさ、そうするとパッと見ると日本刀ではなくて直刀で飾りがついてる、キービジュアルで見る日本刀の置き方とか持ち方って全部ギターですよね、うん、まあありますよね、確かにそうだわ。だその見た目のかっこよさっていうのは多分ギターに近いような気はするんですよ、はいはいはい、楽器、なるほど、それがまた武器であるというところでググッとくるっていうところもあるんですよ、なるほど、うん、さあそれでね、ここでじゃあ日本刀ちょっといろいろ話してきましたけど、はい、でねこれね日本刀本当に難しいんです、うん、これ後からも絡んでくるんですけど、日本刀っていうのもどこがどうなっているのかっていうのみんな知らないと思うんですよ。多少ざっとかいつまんで説明したいと思います。お願いします。でね、今日持ってきたんです。やっぱり持ってきてるんですよ。ガンスリンガーボーイだったわけです。そうです。あの番組でちょっと話したようにこの模造刀なんておもちゃなんですけど、そのまま持ってくると怒られちゃうんで、ギターケースに入れて。職務質問を受けますからね。はい、すごい。日本刀ね。皆さんこれは中二病患者しか持っちゃいけないです。そういうことです。はい。あの。いい大人しか持っちゃいけないやつですから、す本当の中学2年生持っちゃダメですよ、日本、これが日本刀というものです。模造刀でもなかなかの迫力、そうですね、いいですね。でね、はい、この日本刀っていうのがだから難しいっていうふうに言ったのは、うん、はい、結局ねこれ武装だけじゃなくてね、はい、美術品としての価値を見出す人ってたくさんいるんです、うん、確かに。で美術ってことは美しさなんで線引きができないんですよ、うん、そうするとその目利きっていうのもその日本刀の中顔を突っ込んでみるとまあ難しいんです、うん、そんなもう分かりませんっていうレベルのがあるんですよ。でその辺もちょっとかいつまんで説明したいと思います。なのでまずね全体パンと見るじゃないですか、はい、刀が入っている鞘に入っています、はい、鞘ってのは分かりますね、はい、刀が入っている黒い筒状のもの、はい、まあ、黒くない場合もあるんですけど、はいはい、でね、この全体をこしらえというんです。こしらえ、ああ、そういいね、今日はもう英語を学ぶみたいな感じで、ね、リビッタミン今日この持ってきたのがこれは内刀なんですね。内刀、うん、一応ごくごく一般的な長さのものです、うん、これのこしらえというものがあって、その全体を見るっていうのもありますし、でこの、塚と呼ばれている取っ手のところですね、持つところ、このね、あの紐巻いてあるじゃないですか、紐巻いてこれも巻き方がいろいろあるんです。あ、何種類もある。これは手が滑らないようなの。基本そうです。もともとはだからこれは模造刀なんですけど、下にサメ肌といってね、うん、滑り止めのものであったんです。だからこれはね、あの昔の古い刀を見るとサメ肌そのまんまのもので白くなってるのを見たことあるでしょう。 あれ古いんです。なるほど。その後から実用的なものって言って滑り止め的に布というか紐を巻くようになるんですね。でも巻き方にも巻き方にもあるんです。平巻きだとかつねり巻きとかねじり巻きとか。一文っていうことなの、それともその人の癖。だからその刀って面白いのは、鉄砲と違うのはその刀匠、刀工、うん、作り手のあれが出てくるっていうのがあるんですよ。あ、じゃあ紐巻くとこまで作り手の仕事なの、買った人じゃなくて。持った人じゃなくて、うん、だからそれは趣味で変えられるんです。あ、なるほど。そう、カスタムするんです、うん、だから一時期本当に兵太平の世になってくると、これこういうもので細工じゃないけどいろいろな豪華な装飾をするようになって、まあってね、お前らいい加減にしろとお上から達しがあったというようなあれもあるんです。携帯みたいなもんでしょう。そう、まあ、全く同じなんですよね。だからこの、あの鞘についてる紐ってあるじゃないですか、はい、これ何なのかって思いますけど、これ下尾と呼ばれる紐なんです。下尾、もともと紐だからくくりつけるものなんですけど、うん、これにもだから結び方っていうのがあるんです、うん、だからこれは、ね、今日持ってきてたこれね、あの浪人結びって言われてるんです。いろいろあるんですよ、結び方は、うん、結び方もいろいろある。でだからそれをパッと見てパッと答えるっていうのが極めて難しいんですね、刀剣はね、うんうん、でもっと難しいっていうのがつまり刃、刀身なんですね、うん、あまりちょっと今日お客さん近いんで出せませんけど、はい、これは模造刀なんだよ、はい、でね、美術品としてのこう、あの価値って言われたじゃないですか、はい、一番どこ見るかっていうと全体のこしらえなんですけど、うん、これやっぱね歯、一番の美しさっていうのは歯なんだよね。で歯って言いますけど、この日本刀のイメージでね、歯があっていわゆる峰打ち、
と言われているこの背の部分で反りの部分、これ本当は胸というんです。胸でもいいんですけど胸という形なんですけど、その歯があって胸があってなんか刀っていうイメージじゃないですか。その中にもだから美術史家の方の目で見るといろいろあるんですよ。その名称っていうんですか、だから一番難しいのはこの歯で波みたいなのが見えるじゃないですか、もや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 って、これが見えと呼ばれている部分なんですね。でこの姿見とかっていうのがだから美しいか美しくないかっていうんで、好きな人たちはケンケンガクガクとするんですよ。なるほど。だから実際それがどれがいいどれが悪いっていうのが、まあ、その人の判断になるじゃんっていうところで、本物偽物っていうのを見極めるのが極めて難しいって話になるんですよ。まあでも作った人でこの見えそうがどう出るかっていうのはまあ大体分かる。あったりします。詳しい人はだからその全体の花の頭身が例えば薄いしのぎ作りであるとかっていうのが分かると、これ誰々なんじゃないのとかって分かるわけですよ、はい、でこの刀をその柄の部分ですね、これ今日取れませんけど目釘というところを抜いて刀身だけ飾ってあるのもあるじゃないですか。でその柄が入っている部分を中子というんです。中子、うん、で中子の部分に名が入っている場合は名前が入るんです、作った人の名前、うん、これもだから本物か偽物かっていうのがいろいろあるんで、じゃあ解体すれば分かると、解体する、はいっていうところがあるんですよ。まあよく時代劇とか見るとね、もうなんか、うん、もう本当最後の決戦の前にちょっともう解体して一回も全部自分で組み立て直してありますよね。シーンあるからね、うん、あとだからなんかサビを止めるのにこうポン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 やってる、あれ打ち粉というんですけど、サビないよっていう形のをやるんですよ、はい、その辺のなんでしょうかね、その他の武器と違って日本刀ってやっぱ何が独特かっていうと、やっぱりその美術品、うん、でしかもその装飾を完全に外した状態のものが美しいって思う人多いんだよね。だから西洋のサーベルなんかでもあるんですよ、その美術品としてっていうのが。ただそれってよく見ると宝石が散りまべられてるのが、その蒔絵のようになんかこういうところになんかいろんな彫り物がしてあってっていうのがあるじゃないですか。それはだから日本刀でもあるんですね、刀身彫りという技術があるんですよ。でもそれとは違ってその姿見そのままを飾って美しいって考えてるのは結構ね日本刀だけっぽいんだよね。まあまあ物の月々がいますから、まあ、だからあれなんですけど、サーベルとか剣とかっていうのはもう全部塚とかも含めて一本の、うん、そうそうそう一本の剣なんだけど、だけどこの中身だけ中身だけ刀だけ飾ってやっぱり美術品としてもこう、うん、日本刀って見られてるっていう意味では現代兵器にはない要素なんだよ。なるほど。ああその好き好きという意味では、だからこの美術品になる美しいものをキャラクターに与えるっていう部分もあるんでしょう。まさに鬼に金棒になるわけですよ。まあまあそうですね、うん、この辺がだからね覚えたいと思ってもねいっぱいありすぎて分からない。いやもう僕らパニックですもん、うん、もういっぱいいっぱいです。そうですね、これ以上は覚えられません、うん、そういう濃い口があってという感じですよね、ほいでね、じゃあ次行きましょうかね、はい、この二重の話もできたん で、はい、でその二重を見るっていう意味でもさちょっと話しとこうか。その見方としてね、うん、波中の働き、時中の働きっていうのもあるんですよ。なんでしょう。だから結局この歯の部分でどう見えているのか、この歯じゃない部分のところでどう見えていくのかっていうのを、いやもう分かんない、分かんない、分かんない、じゃあ国さん説明お願いしますよ。この歯の中のこの姿見のもやもやとしている部分があるじゃないですか、煮えの部分で、だこの中 の、 あの姿形が美しいかどうなのかっていうのをどういうバランスでなってるっていうような意味で波中の働きって言葉があるんですよ。波中の煮えの働きってことは煮えのというか全体を見た時、歯の感じを見た時、うん、で背の部分のところを見るとこれがだから時中の働き。時中、時中ってどういう字？土の地、土地の地、ね、うん、ああ、だからもうだからものすごく細かくなっちゃうわけね。あ、うん、だから、まあ、だから場所を表す言葉がたくさんあるってことですね。うん、そういうことですね。はい、それも面白いっちゃ面白いんですけどね。うん、だそうするとこの日本刀面白いじゃないですか。もともと美術品、うん、まあでも時代劇っていうのは日本人多いんですけど、うん、やっぱこれがそのアニメ漫画とかで普通に持たされるようになったのはなんでなのか。うん、思うじゃないですか、うん、やっぱりそうすると
あのやっぱガンダムって大きかったような気もするんですよ。またガンダムの話かって思うかもしれませんけど、ね、考えてみるとやっぱそこに行き着くみたいなところあるんで、ね、それはね、まあ、でもあの、うん、春日太一さんもおっしゃってましたし、うん、富野監督もおっしゃってますけど、はい、うん、やっぱチャンバラをね、チャンバラね、現代に生かすんだったらやっぱガンダムしかなかったと、うんうん、そうするとやっぱ時代劇があって時代劇を別の形でやりたいっていうクリエイターが落とし込んだっていうことじゃないですか。でその目で見てみると最初のガンダムなんて特に映画版なんですけど本当にチャンバラなんですよ、動き方が。なるほど、そういう風に意識されているのかっていうところもありますし、あとスターウォーズなんかも見るとあれもだから70年代後半中盤ぐらいでしたから、やっぱあれもチャンバラなんで、ただ日本刀ではありませんで、あれはだからあの直刀になりますけどね、っていうのもあってあれなんだよね、そのガンダムのイメージ、まあ、ガンダムを模してるわけじゃないですけど、チャンバラの面白さ、かっこよさっていうのもこう、いや、ありなんだ。やっぱガンダムの存在が大きかったからアニメの世界にもやっぱ刀、あるいは刀的なものっていうものがまあ根付いたと、あると思うんですよね。だからあれはロボットでやってたんで、その後年のものを見ていくと、そのサンライズで言うとボトムズ、ただボトムズっていうあのロボットものに対してはあの刀全く出てこないですよ。確かにな、その前の超合金っていうか、まあそうだね、バンチがう、まあ、飛んだりとかね、そうそうそう、ビームが出たりとかだったから、うん、刀みたいなものを振り回してるのはなかった、ね、ないですよ。だから基本的に鉄砲、現代戦に近いです。確かに、うん、でその後あのこの番組の僕ちょっと話しみたいな長野守さんの5スター物語、はい、アニメにもなあの映画にもなりましたけど、あれも剣使うんですよ。でこの時だからもう始まってるのが80年代になりますけど、もうだからいわゆる作品的な大喜利って始まってて、この作品の場合だからもうオタク中二病要素みんな詰め込まれてるんですけど、その剣っていうのをロボットが使うんですよ。でこれはあのガンダムと違ってロボットが使うのはその刀身がある物理的な剣を使うんですよ。で主人公たちも剣使うんです、うん、それはそれこそあのライトサーベルみたいな光の剣を使うんです、うん、そうするとロボットに普通の剣使わせて登場するキャラクターたちには SF 的なそれを使わせてると、もう一粒で二度おいしいみたいなことやっぱりやってるんですよ、まあ、剣好きにはたまらない、うん、剣好きにはたまらない、どっちも出したかったんだろうなと思います、うん、もう現代のものってやっぱりもうロボットじゃないんで、そうするとどういう風になっていくのかって、やっぱ日常のというか、まあ主人公像をどうしても学生にっていうのがなぜか分かりませんけど、この考察もあるんだけど、こうなっていくとその今度はやっぱ武器の携帯性っていうのが出てくるんで、鉄砲より日本刀の方が持たせやすいっていうのがあるんでしょうっていうのも見えてくるよね。まあまあだから一番ギャップのある、まあだからもう日本刀最も持ってなさそうなキャラクターに持たせた方がいいわけですとか、そうですよね、そのギャップもあるんでしょう、ってなるとやっぱ声は釘宮さんの方がいいですよねってなるとやっぱシャナってことになりますよね、まあうん、まあ、厳密にシャナは学生じゃないんですけどね、まあまあまあそうですけど、うん、まあ、そういうところのあれもありますから、うんうん、そうすると武器でのやっぱキャラクターの色分け、先ほどマキャベリズムで出てきましたけど、あれはもう本当に剣出しますけども、そのなんだろう、武装でいろんな武器をいろんな女の子たち男の子たちに持たせる色分けの付け方っていうのもあるじゃないですか、だからチームの中で日本刀を持ってる女の子が出てきた時っていうのはまたちょっと意味合い違いますよね、うんうん、出てくる、やっぱその音が出ない武器っていう意味 で、まあ、ありますでかいですよね、うん、だその辺の音という問題になってくると、アーチェリーもそんな音出ないじゃんとかって話になってくるんですよ、あ、ね、なるほど、うん、キャラクターに配置っていうことで分かりやすいのはマドカマギカなんか一番そうですよね、あ、確かに、うん、マドマギそうだ、さやかだったね、全部同じでもいいのに全員違う武器、あれ確かに引きの絵で見てみるとキャラクターが他者に対する距離感っていう意味で武器を選定しているのかなというふうにも見えたんです、キャラクターの、うん、だから、マミーさんっていうのは古い銃で一発ずつ撃つようなでかい でも鉄砲、距離を取る銃、でもあの同じ鉄砲を使うんだけど非常に現代的なコンバットオートっていうのを使うのホムホムが使うんです、うん、でもそれもホムホムの場合はもう取っかえ引っかえ、同じものが常にない、うん、っていうのはでも彼女は時間をループしてるんで、うん、っていう意味付けにもなるし、なるほど、そうするとさやかちゃん剣じゃないです、まあ、日本刀ではなかったですけど、うん、やっぱ西洋的なそのあの内刀的なところもやってくると、うん、あの彼のためにやりたいんだけどっていう、もうだから近くにいるこの人のためにっていうところまでしか、うん、まあ、届かない、うん、でまあ、で、まあ、窓かはやっぱ最も遠くまで行く、うん、アーチェリーで、うん、もう自分で引く、だからその辺が鉄砲を使うマミさんたちとちょっと違う意味合いがね、なるほどね、でさくらさんは槍なんですよ、
距離があるけど自分の手で作っていうものを使うんです。そうだわ。だからさやかとこうね、そうなんとなく、そうすると武器を見ても多分これはあんま後付けかもしれませんけど、こういう風にした方がピタッとはまるのではないかっていう部分でも、いやその窓かマジカを兵器研究家が見るとそういう解釈なんだ。本当ですね。という風にもやっぱり窓かマジカ見えましたよ ね。だから細部までよく詰められて多分考えられたんだろうな、この作品はという感動もあったんです。うんまあ、もちろん当然あれやっぱり最初にそのミスリードという意味で魔法少女ですよと、うん、武器持ってるけど、うん、っていうのはもうある程度露骨っていう意味でも見えたじゃないですか、それ見せなきゃいけないんで、そうすると現代にある本当にある武器を持ってるんだけど服装がいわゆるフリフリアイドル系っていう風になってくると、その服装に合わせるみたいなところも出てくるんだよね。まあ、だからマドカマギカずらしてましたけどね、うん、そうするとなんか日本刀、そのサーベル使い用のなんかあのキャラ造形として日本刀っていうのはやっぱりその侍みたいなキャラクターってのはやっぱりもう鉄板みたいになるんだよね、うん、ああ その辺のなんだろう、真偽中高霊に尽くすキャラっていうのは日本刀が持ってるキャラクターっていうのは与えられやすいのかしら。まあ確かにね。そうするとまあなんか持たせなくてもいいんだけど、そういうキャラがいてなんか色付けを強くしようっていうんだったら日本刀って結構一番簡単っちゃ簡単なんだよね、イメージとして強い、かっこよくも、まあ、ガンダムもそうですけど、やっぱり、うん、あの五右衛門のやっぱ功績もあれないんですか、ルパン三世の。あ、それもあると思いますよ。私もそれずっと考えてましたね、うん、五右衛門もある。あとはやっぱ中二キャラが日本刀持ってるっていうのも五右衛門のおかげなんじゃないかなあるよね、まあ、結構ちょっとヤンヤンしてますもんね、うんうんうん、あの辺がね、あれはだから白鞘と言われている方なんです。白鞘、うんうん、いや、あの五右衛門が持ってる形って特殊でしょ、ツバがないんです。確かに、うん、あれ特殊で、うん、あれでもなんか何でしたっけ、今回の五右衛門ちゃんの映画でもともとこの形なんですよね。でもこれ壊されちゃって斬鉄剣、そうなんです。で結果あの形になるみたいなストーリーがあったらしくて、うん、あれだから五右衛門の場合はそういう設定があるので、うん、厳密に全てじゃああれが白鞘だと言いませんけど、うんうん、なんかで見たことあるじゃないですか、白い、うん、だから僕たちのイメージでは五右衛門のやつだって思いますけど、あれ白鞘っていうのがあるんですよ、白くてこの唾がないの、うん、あれはだから普通の刀の形の派生ではなくて、あれ休あの刀身を休めるための入れ物なんです。へ、うん、休め鞘とも言うんです。これなんでかっていうと、つまりこの普通の唾がある刀使ってますよね、うん、そうするとこの鞘の中も中に入れてると錆びてるわけです。サビがついてたりすると、それをさ避けるためにもう長期間使わない、ちょっと保存しておくっていう時には別の綺麗な鞘に入れておくんです。そのための鞘なんです。そっか、木は錆びないしね、うん、だから簡易用の鞘なんだけど、うん、だから元々この形で壊れちゃったから簡易用の鞘でずっと持ってるってことなんですかね、五右衛門は多分ね。なるほど、っていうのもありますよね、あの辺の白鞘の、あれが白鞘ってのもまたいいじゃないですか、いい和の匂いがね、プンプンするっていうところのうまさなんでしょう。あれはだから五右衛門が唾を使っても持っちゃうと本当にあの侍浪人のイメージになっちゃうんで、なるほど、ちょっと変わってる人のイメージがない。で相方はまあ日本の血があるとはいえ外国人、外国で活躍するっていう風になるんで、この刀じゃないっていう方がいいという判断がモンキーパンチ先生のあったんでしょう。これはまあビジュアル的な問題だと思いますけど、その辺もだから紐解いていくと多分面白く見える要素なのかもしれません、ね、なるほどね、うん、はい、で先ほどちょっと話戻りますけど、そうするとマドカマギカいろいろだから武器だから分けるじゃないですか、うん、そうするとそれって本当に有効なのかって考えるわけですよ、うん、で実は本当はそれ考えるとその5人6人ぐらいの小隊で武器全部違うようにしちゃうっていうのは効果的かっていうと、そう戦術的には多分そうではないっていうのも分かってくるわけですよ。なるほど。例えば攻めてくる敵がすぐに察知できたと、距離があるっていう風になったら、うん、鉄砲を増やした方がいいに待ってるんです、まあ確かに。で、まあ確かにね、もうギリギリそのもうデッドライン超えられちゃった時のために近接戦闘用で何か近くで使える武器、うん、そうすると刀とかっていうものが出てくるんでしょうっていう方に考えるはずなんですよ。でそうすると日本刀がビジュアル的に使われるんだけど、これやっぱりその鉄砲なんかよりもはるかに扱い方、エンターテインメントとして使い方が難しいと思うのはここなんです、うん、これやっぱりね、近接戦闘用の兵器なんですよ、うん、近距離でやり合うためのあれなんだよね、うん、だからどうしても描こうと思えば思うほど陰惨になっちゃうんですよ、うん、
その辺がだからギャグでごまかすっていうのもありなんだけども、うん、それやっちゃうとシリアスな方向に持っていく部分では難しいかな、まあ、血も出るしね、うん、そうなんですよ、ね、だから時代劇のアニメーションのあれっていうのも難しいのかなっていうのはそこもあるんですよ、ね、鉄砲はまあ人間の形は崩れないから、ね、うん、でも日本刀でいっちゃうともう人間の形が崩れちゃうから首がなくなっちゃうから、そこが見せないようにするのか、うん、どういうふうにするのかっていうところが難しいんで、うんうん、安易というわけではないですけど結構それ考えて日本刀って持たせて使わせないとっていうところ、さすがに今現代のものを見るとその要件もそうなんですけど、そこまで斬撃という意味でリアリティに振って動かしているようには見えないっていうのは多分それもあるんですよ。そこまでやると陰惨になっちゃうしっていう風になるとやっぱりかっこいいから、そしてエレキギターのラインになる、ね、なるほどなるほど、うん、だからその日本刀じゃないけどやっぱり K なんか本当にそう見ててそう思いました、うん、なるほど、ね、でもあこれもうビジュアルロックの人たちだよねっていう、そこにかっこいいっていう風に思うっていうところも多分大きいんだと思います、ね、そうするとじゃあ兵器として日本刀を考えたときに、うん、その近接戦闘用って言いますけど、これ現代的な PDW としてはどうなのかって話になるんですよ。 PDW って何ですか？パーソナルディフェンスウェポンです。いやもうそんなさらっとそんなさらっと言われてもパーソナルディフェンスウェポン、まあだから守る用の武器、そういうことですね。まあ主には鉄砲のこと、鉄砲とかライフルの小型化したライフルのことを言うんですけど、はい、やっぱり自分の身を守るとか携帯できるような形の武装としてはどうなのかって、やっぱりもう時代遅れなんですよ。なるほど。それなぜかっていうと当然火器の発達というのもありますけど、うんうん、それ以上にそのでもナイフの需要がないかっていうと、ナイフが高機能化してるわけですね。ナイフの高機能化、うん、これだから映画でいうとランボーってなったじゃないですか。ランボー、つまりだからもうノコギリもなるしコンパスも入ってるしっていうような感じで進化しちゃうんです。十徳ナイフ的だね、うん、でそれ以上にやっぱり携帯性なんだよね、うん、武器の話ここにした時にました。これだともう内刀でもでかいんです、うん、そうするともう持って歩けない、うん、っていう風になると火器が発達して強い武器だっていう風になると、鉄砲かライフルとそれ動かなくなった時にどうするっていう時のナイフだけでいい、まあそうだね、っていう考え方なんです。背中に入れとくとかね、内ポケットに入れとくとできるけど、うん、日本とはそれができない、できないですから。確かに、まあ、いやひっくり返せばできないから持ってるっていうことの姿見のかっこよさを使うっていうので、まあね、多分されてないんですよ、まあ、石川五右衛門的なことですね、うん、フォルムの面白さ、うん、フォルムですよね。それもだから現代で言うと五右衛門ってまだ和服だったじゃないか、袴履いてるんですよ、うん、だから足がこう太く見えるんですけど、現代のってみんなシュッと細くてコートみたいなバーッと広げて刀持って腰にぶら下げてる。なるほど。で女の子の場合はやっぱりミニスカートなんですよね。あとあの辺はだから美少女とメカみたいなラインがあるのかしらと思うんです。金属的なものと柔らかい人間の体のライン。僕はもっと単純に日本刀と美少女っていうのは、うん、もう男が好きなもんとりあえずもうハンバーグとハンバーグとトンカツみたいな、ハンバーグと目玉焼きみたいな、もうそういうことなのかなと思ってたんですけど、いやでもそれもあると思いますよ。絵になるっていうのはでかいですね、うん、だからこれがだから現代兵器と日本刀の全く違うところってのはやっぱり美術品にもなるっていうことのなんか美しさっていうのはやっぱ包含してるんですよ。なるほどね。でその美しさっていうのはどっから来てるのかって考えるじゃないですか、はい、僕考えたんです、うん、やっぱこれね花鳥風月なんですよ、日本刀の魅力って。花鳥風月、オタク大好きじゃないですか、うん、桜が舞う風雪、まあまあまあ、確かにね。でね、日本刀何かっていうとね、これ月なんですよ。月、どういうか反りがあるでしょ、うん、これね月に見立てられるってなるんだよ、ね、なるほど、三日月みたいな、うん、で映像演出的にはこれ月に見えると光、月光じゃないですか。で月光に当たって三日月のようにも見えるというのは夜のイメージだった感じです。それがやっぱりねかっこよく見える。なるほど。いちいち壺に入りやすい。確かに非常に便利なアイテムなんだこれ国井さんはそれだけ人生で日本刀のこと考えてたんですよ。もうやっぱどう、岡本がやっぱ黒子のこと心配してる時間に、うん、そういうこと考えてる人がいるっていうのはお前も全く喋んなくなっちゃったなんかうーんって思って、多分世界は広い。そう、今まで言ったこと多分家に帰ったら全部覚えてないんじゃないいや覚えてなくていいよこんなこと
今日言われたこと覚えてない。何も覚えてないんだろうな。いやでも私すごいキルビル思い出しました。そうだ。だあの人って多分そのかっこいいこと全部あれにぶち込んでるから、ね、やっぱり戦う時って絶対狭い場所なんですよ。はい、部屋の中とかなんかちょっとしたなんか食会の中で思いっきり戦ったりとかするし、で雪の中、雪の夜のシーンで1対1で戦うんですよ。あったね。やっちまいなあれ自体はもう本当にエンターテインメントだから突拍子もないことやりまくってるけど、でもやっぱりかっこいいんですよ。女性が使ってるし、そこなんです。全部言ってたと思って、なんか今すごいハッとしちゃいました。ヒボタンバクトシリーズ見ていただきたい。ヒボタンバクトシリーズのオデューさんがね、また日本刀で戦ってくれるわけですよ。でもまあ短いやつなんですよ、うん、はいはい、女性なんで小立ち、小立ち割といいですよね、うん、だあれはだからナイフの流れなんだと。ナイフの流れか。実用的って考えると多分アメリカ映画とかその実用的に考えてると、あの内刀よりも小立ちっていう方に行くんだと思うんです。小立ちっていうのはもうトイプードルみたいなもんだから、それ実質猫だよみたいな、まあ、実質猫だからなその犬っていうやつで、それ実質ナイフだからなその日本刀っていうことなんですね、うん、俺何言ってるか分からないいいけど、小型犬とかってもはや猫だからって俺は言ってる。犬じゃない。そう、犬じゃねえ。描こう、リアルに描こうと思えばインサンになるんですけど、はい、これ、うん、日本刀の面白いところで、まあ、刀もそうなんですけど、うん、これをじゃあ派手に動くってことを考えると、うん、いわゆる鉄砲を使ってこうあの連鎖で動くっていうものよりもダンスを踊ってみたいにかっこよく見えるんですよ。なるほど。だから隠そうと思えば隠せられんの。体が僕はねこれも強いと思うんだよね。あ、確かに。そのかっこよく見える動きっていうのがバサって切るっていう方向に行っちゃうとインサンになるんだけど、うん、こんな風に動かれるとね、なんかかっこよく見えちゃうんだよね、うん、鉄砲やっぱ動けないね。そう、鉄砲ってもうそうなん、点で攻めるやつなんで、まあ、そこもあるんですよ。鉄砲って点で攻めるやつなんで、動き方としては基本的に直線を考えなきゃいけないっていう風になるんで、ちゃんとやろうとしたらそうなるよ、ね、で打つ時には自分は動くなっていう道具なんですよ、うん、日本刀とか刀って逆なんで、うん、使おうと思ったら自分が動かなきゃいけないっていう風になると、だったらアニメ的なね、うん、ケレミありますよね、やっぱりね。だからどっちも矛盾をはらんでるんだけども、その魅力も多分あるんじゃないですか ねっていうところで、あのこの番組でもちょっと話した、はい、そのルローニケンシの、ルローケン、だから抜刀した時に歯が逆についている、逆刃刀、うんうん、っていうところもあったから素晴らしいなと思ったわけです、うん、あれもだから花鳥風月だと思います。だから演出的に原作なんかでも月光の下で抜刀してやり合ったりだとか、うん、花はねえじゃんとか思うじゃん、うん、とんでもない雪のシーンって出ましたね、うん、結構相性がいいんです。なぜか日本人は特に雪の上に血がパッとあると赤い花みたいな描写が出るんですよ。 なるほどね。あれがだから、うん、あのいいとは言いませんけど、描写演出としてはそういったものが好まれるという部分もあるんですよ。なるほどね。で長なんか長なんかもあるわけですよ。で長々の場合は凄腕のやつがパーって飛んだからスパッていったら羽だけスッとっていうと、なるほど、これね全部入ってるんです日本刀ね。そう、日本刀ってね、花鳥風月が、そう、映像演出とかって考えると、そう、花鳥風月驚き。でもお高いんでしょ。お高いでしょ。それが今日は、そうだから、その花鳥、みんながこのムークその要素っていうのがピタリとはまる唯一の道具だと言ってもいいっていうふうにも見える、花鳥風月ってことを考える。なるほど、なるほど。そうするとそりゃ廃れねえわっていうふうにも見えるわけですよね。確かにね。そうするともう日本刀自体が人気ありますから、人気というか根強い知名度がありますから、調べてみるとやっぱりその刀を誰が持っていた、どんな曰くがあったかっていうのは日本刀極めて多いんですね、うん、そういう伝説みたいなもの、ある妖刀とか、ね、そう、村正ですよね、うん、だそれを今度は擬人化という形で大ヒットっていうのは刀剣乱舞なんですよ、うん、だいいところに目つけましたねっていうところがあるわけです、ね、いっぱいあるんです。曰く付きだからね、うん、にっかり青いなんかそうですからね、うん、ということでね、はい、つらつらと喋ってきました。おお、そうでした、うん、どうですか日本刀。まず岡本さんどうでしたかね。全く喋んなくなった岡本さん。そうですね、さっきあんなに喋ってたのそう、なんか知らないフィールドだと、あ、そうなんだって聞き性になっちゃうんですけど、うん、面白いね。でもなんか、そうです、熱量がすごい伝わってきて。そうですか、はい、なんかこれからハマろうとは思わないんですけどそりゃそうだ、個人的にね。本当にね、見ててすごい楽しかったんで、野崎さんどうですか、キャラクターとか思い浮かびますか。なんか
でもやっぱ五右衛門が一番強い。最近映画見たのもありますけど、うんうん、その五右衛門見てんの、はい、あルパン三世大好き。五時だから。なるほど。五右衛門事件が好きなんで。五時っていうのね。五時です。はい、ルジ五時。でそれがあの映画の評価が低いところって切ってるところをちゃんと書いてるんですよ。はいはい、五右衛門ちゃん本当にあの百人斬りみたいなこともやるし、1対1で戦う時も筋肉が切れるところとか内部もきっちり書いてるんですよ。それが私すごい感動したんですけど、逆にそれで評価が下がっちゃってて、なるほど、グロすぎるんだ。そうなんですよ、やっぱり刀で切るっていうことも重みがあるから。でも私は好きだから。ピースメーカー黒金っていう作品もあったんですよ。ピースメーカー、ピースメーカー黒金、まあ新選組に男の子が一人入ってきて、のし上がるというか、いろんな現実を見ていくという作品、15年くらいもあったんですよ。あれも第1話はやっぱり相当やっぱ近藤とかがリアルに切ってる時代劇やったんですよ。でもそうするとやっぱりね、これテレビで大丈夫なのかなって見てる人が思っちゃうぐらい、鉄砲って本当距離があるからパーって済んじゃうって済んじゃうけど、刀とかナイフってそういかないんだよねっていう部分の難しさ。でもだから五右衛門を作ったチームってのはやっぱそこ外しちゃうと、だから今度はキャラクター付けとして、五右衛門の恐ろしさってのが出ないよっていう、いや絶対そうだと思います。やっぱまあ五右衛門は怖い方がいいもんね。やっぱどっか心の中で一番怖いの絶対五右衛門ちゃんだから。五右衛門ちゃんってルパン、ルパンの立場で立ち上がる、あんま怖くないちゃんってやった、あんまり、うん、いやでもだから今までそのキャラクター的にポップに書かれてたんです、ずっと五右衛門自体、はい、ね、女に弱くて それを覆すぐらいのあの刀のさばきがすごかったんですよ。感動しちゃったって、それ見て劇場版で、うん、すごい良かった、良かったですね、うん。だからね、テレビシリーズの鬼平のアニメーションのあれなんかも見ていると、うん、そこまで残酷なシーンってやはり伏せてましたけど、うん、やっぱりその時代劇っていうものを描くっていうので、うん、アニメの方だったらあるのかもしれないっていう潮流が生まれつつもあるのだろうかどうなのかっていうところも今ちょっと見えてきて、それも面白いなと思ってるんですよ。だってある意味この日本との話もちょっとあれ戻りますけど、中二病的っていうことであればね、その2つ名をみんな持ってるんですよ。それも面白い。だから刀剣乱舞の場合はそれが2つ名みたいなものが名前になってるわけ。さっき言った日狩り葵だとか、そのいわくつきの誰々の剣の何々っていうのがね、うん、もうなんかある、なんかもう必殺技っぽいんだよね。だから桜大戦の、だからあの桜も持ってる、あれは名前なんでだっけな、漢字で4文字みたいなね、あったな、あったでしょ、あったな。だからさっき言ったあの強吉の黒金乙女さんが 地獄町長とか覚えてねえわいう名前なん、覚えてねえわ、そんなの持ってたか。でシャナが持ってる立ち位置ってのは二重殿のシャナですから、そこが多分だからあの今度作家のセンスが問われるところ、二重殿のシャナもうかっこいいんだよね。かっこいい、クリンさん今度かっこいい名前選手権やってる。だそれで言うと、もう刀剣乱舞ってそこをもうあの使ってるわけ、獅子王とかね、桜丸とかね、まあもう有名どころなんで、それは 使われてるわけですよ、うん、なるほどね。村正とかも、そういうキャッチーさもあるわけですね。そうそうそう、なるほど。小手切り正宗ですよ、小手切り正宗、政宗ってのがもうかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。で実際政宗ってのは東証でいたんです。なるほど。でこの人がまた問題というか、まあ、あの刀の話になってくると、やっぱりその美術品として見るか実用品として見るかっていうので分かれるんです。なるほど。で政宗っていう人は美術品として刀を出してきたっていうので、あのケンケンガクガクとされている有名な刀工なんですよ。政宗はこれ実用ではないけど、あまりに美しいっていう。なるほど。ただもうほとんどその内刀としての現存するものはないと言われています。出るのは稀だと言われています。国宝なんかでは包丁が、だから包丁政宗っていうのがもう国宝になっています。包丁ですよ、包丁。そう、政宗が作った包丁が残ってるんです。へー、すごいですよ。はいや、クニーさんは本当やっぱどうでもいいこと知ってるよね。本当に、いやすごい、こういうことに時間割いてる人いるんだな、ね、面白い。じゃあそれを見るとそういう意味でもその分派というか分かれてケンケンガクガクになってるのも面白い。なるほど。その実用なのかその美術品なのか、あまだ使えなきゃいけない、ね、どんなジャンルでもってある。だからあの銀魂に出てる近藤さん、まあ、あれ新選組のあれですけど、近藤さんが使ってる小鉄
っていうのが実際にあるんですよ、うんうん、あれは長曽根の小鉄という実際の人がいる。でこの人のは見た目は非常に悪い剣がねって言われてんだけど、だからこそ地金が強い本当に使える剣だって言われてる。もともとの小鉄も虎ではなくて古い鉄っていうふうに書いていたらしいって言われる。武骨、うん、でもそうだよね、ロボコンとかでも強いロボットってなんかもう全然つまんないやつだ、ね、これ強いけど面白くねみたいなやつだね、すごいギミックがもううわときめくみたいなやつ、一発で動かなくなるからそうロボコンですそうだ、どんなジャンルでもやっぱ似たような状態っていうのが見えてくんだなと思って ね、 そうですね、もう本当に入り口は中二的な日本刀ってかっこいいなところから入りましたけど、はいはいはい、それで見てみるとその政宗っていうのがいる、小鉄っていうのもいる、うん、でそこでやっぱり揉めてる人たちもいるってなると、うん、アイマスで揉めてる人たちと変わんねえやみたいな、そういうこと、アイマスだ日本刀はちょっと違うし、ちょっと違う、アイドル、アイドル、アイドルっていうのがあってね、大変だから面白い世界なので、なちょっと興味があればぜひ皆さんも日本とブームに乗って見てきていただきたいと思います、はい、以上国井さんでした、ありがとうございました、はい